喋られてない。結局おきに皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。旅する若葉の日常です。はい。はい。今日はですね。うん。今、ずっと来たかったね、私。はい。どこですか？どこかと言いますね。スーパーなんやけど。うん。ロピアっていうスーパー。はい。皆さん、ご存知ですか？あのね、テレビでよく最近よ、今業務スーパーとかコストコもやってあるけど、ロピアもようテレビで出てきてたん。ほんで、すごいなんか気になってて、一回来たいなと思ってたら、ちょっと検索したら10分ぐらいのところにあったから、今やってきたわけよ。で、ほんま車中泊に行こうと思ったんやけど、台風がな、大型の、15? そう、大接近してて、ちょっと車中泊には行けそうにないから、今日は、このポータブル冷蔵庫を持ち出して、非常用とかストック用に買い出しに来ようと思って、ここのロピアに今来たわけでございます。はい。はい。20リッターのポータブル冷蔵庫にいっぱい詰め込んで、はい、で、お家に帰りたいと思います。はい。けどね、皆さんロピア行ったことある人いらっしゃいます？ロピアめっちゃ気になってて、すごくな、なんかな、坂上忍さんとかもな、なんか放送したりしてさ、来てみたかって前から何回もテレビ見やっててんけど。まあ、こんな近かったらしょっちゅう来る。そうやねん、そうやねん、そうやからね、ちょっと今日はちょっとあんまり買いすぎんように、とりあえず台風に備えて備蓄ということで、今から買い出しに行ってきます。はい。では、また、後ほど。僕はちょっとお留守番しててな。ガーンやな。若葉はお留守番ね。また後でお散歩行くからな。ちょっと待っててな。はーい。若葉チャンネルショッピングの時間がやってまいりました。はい。はい。本日ご紹介させていただく商品はこちら。はい、お、何ですか？これはね、ボージ RV 社さんとのタイアップ企画で、はい、バッテリー内蔵可能の急速冷凍20リッターの CR プロポータブル冷蔵庫のご紹介をさせていただきたいと思います。おお、すごい。紹介、まずじゃあ中身付属品から見ていきましょうか。はい、1台以外に内蔵されている商品をご紹介しますね。はい、まず取扱説明書、はい、2年保証になっているみたいなんで、これを登録してからっていうことでしょうけど、はいはい、のケーブルですね。まずは直接これ本体につないでいただいて、でこれを100ボルトの充電で差し込んでいただいたら、これが作動するというケーブルと、あとはこれ車のシガーソケットですね、これつないでいただいたら作動します。それでもう一つは、これ最初に冒頭で言いましたけど、バッテリー内蔵可能っていうことで言いましたけど、ここにオプションのね、オプション、これオプションなんですよね。それちょっとここに内蔵できるんですよ。でそれからこれをつないでいただければバッテリーから充電取るので OK と。色はこのグレーともう一種類ブラックが2種類あります、ここに書いてますけど、これが20リッターのボディサイズで、それ以外にトータル3種類ご用意されています。では製品の特徴を見てみましょうか。まず一つ、急速冷凍コンプレッサー式のポータブル冷蔵庫でマイナス22度から10度まで温度設定が可能なんですよ。冷却能力が高いんで、このコンプレッサー式を採用してて、飲み物をキンキンに冷やすことができる。で、スピードに冷却することもできるし、常温の飲み物を急遽国常温の飲み物をキンキンに冷やすこともできるわけよ。急遽気に冷やすことだけね、常温をね、で、なんと動作中は45デシベル。何してんの？何もないよ。食べるもん何もないよ。何してんのって。何してんの？私のなんかいいの入ってるって。冷蔵には2つのモードの選択ができる。まず一つが急速冷凍のマックスモードで15分で0度まで。で、40分でマイナス22度まで冷凍ができるんですよ。で、もう一つは省エネのエコモードっていうのがあって、これはまあ消費電力をね、抑えるっていうシステム。2種類選択できるんや。そう。今のこのエコモードにしたら消費電力が45ワットまで
抑えられて、マックスだと60ワット電力がかかるっていうことなの。なるほどね、うん、消費電力が少ないね、どっちを使ってもね。そうよね、うん、だってマックスで使っても60ワットやろ、うん、そうの、そういうこと。どんなデザインがあるけど、あ、これはベルトで固定できるようになってて、車、ね、例えば車に乗せた時にこれが滑り落ちひんとか、うん、移動ガタガタにならないようにストッパー代わりにできるってやつやな、うん、両サイド。ここが栓抜き代わりになってて、はい、もうね、普段ちょっと栓抜き持ってへん時とか便利についてると、うん、あ、 こっちやな、うん、こうやな、こうやって、こうやって逆立ちになってみんなこうやってしまう。間違ってました。こうでした。こう。これで砂抜き代わりになると、うん。耐震補強設計になってて、うんうんうん、例えばこれ冷蔵庫本体が、うん、まあ、ぐらついて、うんうん、また揺れとか振動で、うん、これ30度、うん、まあ、傾いたとしても、うん、こんだけね。うん。トラブルなく安定して使えるように設計されてる。うん、車に乗せてて、うんうん、まあ、走行中振動とか、あるわな、あるある、しょっちゅう、まあ坂傾斜やね、あるよね、にもこう心配がないと、あ、安全やね、そう、うん、30度って言ったらこれ相当だぜ。そうやね、そうやね、車で45度のとこなんかまずないから、うん、こんだけ傾いても30度でも作動してるんや、これぐらいあるで、なんか作動してるってすごいね、うん、へえ、すごいな、安定感あるんや、うん、そう、このバッテリー保護機能搭載がついてる。何それ、どれ、これモニターは車バッテリーを監視して、うん、電源が下がると、うん、冷蔵庫が自動的に電源が切れて、うん、安全に放電を防止しよう、うん、そういうその機能を搭載されてる、で完全放電を防止するってなってる。あ、すごいね、うん、そんな機能がついてるんやみたい、うん、ただのなんか冷蔵庫じゃないんやな。そう。ちゃんとそういうのを監視してくれるってことやな。そうやね。いろいろこう設定されてるんや。ね、AC、DC 電源対応、うん、で、まあ、さまざまな場所で活躍できる。うんうんうん、うんうん。例えば、車中泊とか、またキャンプに持っていけることができる。うんうんうん、あ、そうやな。これ持ち運びができるんやもんな。そう。内側ソケット電源と、うんうん、さっきのね、うん、AC 電源に対応しているんで、うんうん、暑い日のキャンプとか、うんうん、車中泊で欠かせない、うん、あ、そうやね、冷蔵庫になるわけ、これね。じゃあ、うん、ポタ電持ってへん人でも、うん、やはりきっといっぱいあると思うね、うん、それでもこのシガーソケットがあったら、うん、車につないで、うん、冷やせることができるってことやな。そういうことやな、あ、まずはな、うんうんうん、でポタ電持ってる 人は電源 に差し込んで使えることもできるし、いろんな使い道ができるんや。そう、でもちろん家でコンセントをつけてもできるし、うん、そう、サブ的な冷凍庫にも使えるわけや。いいな、うん、いろんなところに持ち運びできるから便利やな。そう、うん、でうちの場合だと、うん、その要はキャンピングカーに、うん、まあ、冷蔵庫はついてるんやけど、うん、どうしても行った行き先で、うん、その要はあれやこれやっていろんなもん、まあ、買うの好きやから買うやん買いたないね、うん、お土産も含めてな、うん、そしたらうちの冷蔵庫だけじゃもうキャパオーバーするわけ。そう冷蔵分かれてるけど、分かれてんの、冷凍庫の部分がやっぱり容量がちっちゃいから、ちっちゃいな、だからお土産買っても箱でもパンパンなんで、うん、2つが入ったらいいとこやね、うん、だから結構ほら、あの鮮魚屋さんとか行ってもさ、これ干物買いたいとか言ってもさ、うん、買えへんこと多いやん。なるほどな。そうだからこんなあったら便利よなって一回前ちらっと言ったことあったもん、うん、この温度設定で、うん、冷蔵から冷凍まで好きな温度にできるからな、用途が多いよね、使い道が。いや、これいいよ、ほんと。ほんと私、これ、いいなぁ、言うてて前も、うん、はい。で、今、災害が多いやん。おいおい。なぁ、だから。今、台風も来てるしなぁ、うん。そういう時に、例えばこういうの一つあったら、うん、まあ、強いて言えばもう一個ね、ポタ電があったらね、うん、セットで置いといたら、そうそうそうね、いざっていう時に、うん、のあったら便利やん。うん。うん、冷蔵庫のもの全部移し替えることはできんけど、そう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 、ちょこっとこう、うん、非常食とか、うんうんうんね、例えばペットいてたらペットのもんとか、あ、そうやな、ペット専用の冷蔵庫としても使えるし、うんうん、そういう時にはこれ役立つよね、うん、一回電源入れてみようか、うん、そうや な、うん、入りましたこれで長押しすると電源が切れて、うん、でワンプッシュで電源が入ると、うん、でここのプラスボタンを押すと温度設定が上がって、下げると好みのマイナス22度まで温度設定ができると。で、ここのこのマークを押すと、これが入って、
エコと、今エコにやってる。で、もう一回押すとマックスの急速冷凍か、エコモードか、どっちかを選べるってこと。ね。と、ほら。電気がついた。開けた時にやっぱり電気ついてる、つくっていうのがいいよね。真っ暗な状態じゃ何も。車の後ろとか置いといたらさ、何も分からへん。暗いやん。こういうのはありがたいよね。うん。そしたら、一回電源入れて、何度設定で何分ぐらいかかるか、うん、ちょっと測ってみまおうか。押して、今19度、車庫の温度が。冷蔵庫の温度は標準的には2度から5度が冷蔵庫の標準的な温度なんて。うん、かまあ一回これを2度に設定してみる。うん、10時25分から2度になるまで何分ぐらいかかるかちょっと測ってみましょう。これ、ね、サイズをちょっと紹介するの忘れてましたんで、はい、今言いますけど、はい、重量が 10.8 キロ。サイズが 61.5 で 36.5 の35、はい、うん、中に入ってない状態でやったら、そう、こんな感じで持てるからね、うん、10キロやしな、うんうん、軽い、そう、持てる。14度まで下がりました。ストッパーになるこのゴム、これをちょっと紹介するの忘れてました。はい、2度になった。37分やから15分ぐらいか。15分、うん、一気に、うんうん、まあまあほぼ2度やもん、うん、ほぼ2度。多分この中に入れてるものの容量によっても、うん、まあ若干もちろん、うん、変わるわな、うん、あと外の外気温によっても変わるとは思うけど、早い、はい、2度になった途端にさ、一気に音全く聞こえへん、うん、ほら、うん、静かね、うん、まあ、全くじゃないけど静か、うん、全然ほらめっちゃ静か、うん、涼しい、寒いぐらい、寒いぐらい。赤山行く、赤山行こうか。若葉はドライブ乗ってるだけやで、行こうか。どこやろ、シガレットケース、レッドケースにコンセントをつなぎます。ただいまです。よかったやろ、よいしょ。今、買い物してきたんで、これを詰めたいと思います。うわ、いい日。便利よなぁ。これはチョコレートとかもさ、なぁ、溶けへんしさ、いいよなぁ。まぁ、ちょっと危ないもんさ、夏は特にいいよなぁ。よし。結構入った。よし、プリ入りました。じゃあ今からね、若葉若葉待ってたし、ねえ、お散歩行こうな。途中ちょっと公園によって若葉の散歩を済ましてきたんですけど、うんうんうん、やったら、うん、門とかもあるから、うんうんうん、とりあえず先に帰ってから若葉と散歩行くんだけど、うんうん、これがあったおかげで、うん、もう家に寄らないで、直接買い物をして、で公園に行って、で、手、うん、から我が家に返したもん、うん、これがあるとそういうことができるから便利よな。いや、ほんま便利。今から時刻は3時で、このポータブル電源につないで冷凍物がどれだけ保冷できるのかっていうのを試してみたいと思います。設定温度は、冷凍庫の標準の温度はマイナス18度らしいんですよ。だからこれをマイナス18度までします。これ全部冷凍なんですけど、凍らしたいと思います。今からどのぐらい凍らし続けることができるのか。バッテリーの方は今 95%。 ちょっと溶けたら困るんで、アイスだけちょっと出しておこうと思います。おぉ、めっちゃ、まだキンキン。8、8。まだまだ OK やけど、もし食べれへんやったらかなんからね。翌朝の今、時刻は4時47分を迎えました。12% 残ってました。はい。で、中身は、どんな感じかと言いますと、じゃーん。あー、しっかり凍ってる。めちゃくちゃカチコチに凍ってます。よかった。すごいな。結構優秀で使えました。
いやー、便利やったな、まあ、買い物行くときにこれ、うん、もう積んでいったかな、うんうん、今回台風が来るからさ、早めに買っとこうかっていうことでこれを使ったんやけど、うん、20リッター入って入れて帰ってきたかと言いますとですね、じゃん、ほら、まだほら、こんだけすごいよな、たっぷり、めちゃくちゃたっぷり入る、ちゃん、はい、では今回このポータブル冷蔵庫、今回動画見てもらってよかったな、ちょっとええんちゃうって思った方はお得に買える詳細を概要欄に貼っとくんで、よかったらぜひチェックしてみてください。はい、はい、ではこの冷蔵庫を持って次回また車中泊行きましょう。そうやな、はい、ではまたお目にかかれた長いさようなら。次の動画まで。さようなら。さようなら。さようなら。フーリーだからギャグはやめろ言うてんのに。たださようなら、さようなら、さようなら。若い人見てて分かれへんやん。さようなら。バハハイ。もうやめろ言うて。言うてみ、どうやって切る？さようなら。次回の動画までまた。はい。ごきげんよう。さようなら。一瞬。勝利。よし。完結になってない。なんか完結すぎて、なんか省略してへん。もう一回やり直しや。はい。もう一回なんか省略してるやろ。せーの。じゃん。はい。若葉チャンネルショッピング。なんで笑う？なんで笑うねんな。はい、気を取り直して。はい。はい、気合いだ。せーの。はい。おい、いい加減しや。はい、もう。はい、気合い入れて。何潜ってんねん。何潜ってんの？ありがとう。もうさあさあさあ時間がないんだから、せーはい、じゃん。Weakness, what's your type? Somehow I wanna know all about you. Deep connection, lights a spark.